野党地産古墳、または野党地産墳キ墓は、岡山県岡山市北区西花尻、東花尻にある古墳。形状は、前方公園墳。史跡指定はされていない。岡山市街地から、西方、独立丘陵、吉備の中山の南面の尾根城に築造された古墳である。1990から1992年に発掘調査が実施されている。 噴形は前方部がバチ型に開く前方五円形で前方部を南方に向ける。噴球表面では吹石の他特殊機材が検出されている。主体部の埋葬施設は公園部、前方部にそれぞれ一基が存在する。公園部のものは縦穴式石室で内部に箱型木管が据えられており、調査では副葬品が検出されている。この野党地産古墳は 弥生時代終末期古墳時代初頭頃の築造と推定される。最古形式の前方公園墳として、弥生時代から古墳時代への母性の変遷を考察する上で重要視される古墳になる。古墳の規模は次の通り。埋葬施設としては、公園部中央において縦穴式石室が存在する。石室規模は、長さ2.7メートル、幅1.0メートル。 高さ0.7メートル。石室内部には北を遠いとする箱型木管が据えられたと見られ、痕跡から木管の大きさは長さ約2.5メートル、幅約0.85メートルと推測される。この石室からは工術の副葬品が検出されている。この他の埋葬施設として前方部においても木管の痕跡が認められているが、詳細は明らかでない。 公格菊橋岡山大学考古学研究室所蔵岡山シティミュージアム企画展示時に撮影公園部埋葬施設の副葬品ありがとうございます